カリム・アイ・ファナは、フランス・リモージュ出身のモロッコ代表のサッカー選手。姓は、アイト・ファナや、エート・イコール・ファナとも表記される。アルー出身の父とメクネス出身の母とモロッコ人の両親のもと、フランスで生まれた。リモージュで生まれると、地元のエア・リモージュでキャリアを始めた。13歳の時、フローラン・マルダや、ステファヌ・ダルマなどを輩出してきた。 LB シャトールーのユースアカデミーに所属。また、平日にシャトールーでトレーニングしながら、週末には、地元のリモージュ FC でプレーしていた。アカデミーで2シーズン過ごした後、モンペリ HSC へ加入した。2006年5月12日、2005から06、シーズンのリーグズ最終節ルアーブル AC 戦にゼロの1と負けている中、残り時間9分のところで出場し、 プロデビューを果たした。翌シーズンは、出場試合が13に増えた。2007年4月27日の LB 社投流戦で、初ゴールを決めるも、1から3で敗北した。最終節の FC リブルヌ戦で、チーム唯一の2ゴールを決め5から0で勝利した。この2007から08シーズンの出場数は大幅に増加し、37試合となった。2008から09シーズン。 チームがリーグアンに昇格を決める中で、アイハナはシーズン終盤の昇格争い真っただ中の EA ギャンガン戦での決勝ゴールを含め自己最高の6ゴールを記録した。チームとしても個人としても成功のシーズンを過ごし、さらに2012年まで契約を延長した。リーグアンでの最初のシーズンは5戦無敗で一時期2位につく好調差の中、 アイファナはオリンピックマルセイユー戦などで4ゴールを記録した。2011から12の最後のホームゲームラスクリールメトロポールに途中出場するとロスタイムに決勝ゴールを決め重要な勝利に大きく貢献した。アイファナは U-16 フランス代表から U-19 まで各カテゴリーで毎年プレーしていた。その後1年半以上代表から遠ざかっていたため、 フランス生まれのモロッコ人、マルアーヌ・シャマフのように、モロッコ代表でプレーすることが推測された。しかし、2009年10月1日に、U-21 代表監督のエリク・モンバエルツに、UEFAU-21 欧州選手権2011、予選リーグの9日マルタ戦、ベルギー戦に向け、チームメイトのマプヤンガ・エムビワと共に招集された。 マルタ戦で76分から出場し U-21 代表デビューをすると、すぐさまゴールを決めにカラレートし、勝利を確実なものとした。2012年5月25日、マラケシュで行われたセネガルとの親善試合で、モロッコ代表として、初キャップを記録した。モンペリエ V レアーブルマッチレポート、ハットモンペリエ V、シャトルマッチレポート、ハットモンペリエ、 エイトフォンなプロロングハットエイト、フォンライアンガウビワカンボックスハットビクトワールフランセーズありがとうございます